アリソン・ジャネイは、アメリカ合衆国オハイオ州出身の女優である。父親は、ジャズミュージシャン。二人の兄弟もミュージシャンである。地元オハイオ州のケニオン大学卒業後に、ニューヨークのネイバーフットプレイハウスやロンドンの王立演劇学校で演技を学んだ。1989年にデビュー。テレビシリーズ、ザ・ホワイトハウスに CJ ・クレンク報道官役で、レギュラー出演しており、 本作で4度のエミー賞を受賞している。2014年にはコメディドラママムでエミー賞助演女優賞とマスターズ・オブ・セックスでゲスト女優賞のダブル受賞を果たし翌年のエミー賞でもマムで助演女優賞を受賞し通算で7度のエミー賞を受賞した。ちなみにエミー賞の最多受賞記録者はクロリス・リーチマンの8度でありアリソンの7度は エドワード・アズナーとメアリー・タイラー・ムーアと並ぶ。2017年には、オリンピックフィギュアスケート選手、トーニャ・ハーディングの伝記映画、愛、トーニャ史上最大のスキャンダルで、トーニャ・ハーディングの母、ラボナ・ハーディングを演じ、ゴールデングローブ賞女演女優賞、アカデミー女演女優賞を受賞した。アリソン・ジャニー・バイオグラフィー・ハット、アリソン・ジャニー・ランズ・ウィン、エミー・レコード・ブック・ウィズ・セブンス・アクティング・ウィン、 ザラップ、https、www.trappe.com、エミス・アリソン・ジャニー・メイクス・ヒストリー・ウィズ、セブンス・アクティング・ウィン・フォー・マム、2015年9月22日、閲覧。70コスゴールデン・グローブ・アワーズ・ウィナーズノミニーズ2018、2018年1月8日、閲覧。オスカー・ウィナーズ2018、シー・ザ・フル・リスト。 2018年3月5日閲覧。EE British Academy Film Awards Winners in 2018.2018 2018年2月18日閲覧。ザニフォースアニュアルスクリーンアクターズギルドアワーズ。2018年1月22日閲覧。ありがとうございます。